白川隆二です。合気道は相手とぶつからない、調和するっていうところが素晴らしいと思ってます。海外、私は、毎年世界10カ国以上行ってたんですけど、海外でもすごい合気道を発展してるんですね。100人とか200人を超えるセミナーで集まって稽古してます。で、海外の人はもう日本以上と言ってもいいぐらい熱心で、取り組みが熱心で、そういうのにも刺激を受けますし、やっぱり海外で、指導していると日本とまた違った受け身の取り方や反応があるので、海外指導を一生懸命してそこでいろんな新しい技を考えついたり、海外の人たちの取り組みっていうのも、もうすごい刺激になって、海外指導でいろいろ学ぶことがありますね。2013年にワールドコンバットゲームという世界武道大会がロシアで開催されたんですけど、それが合気道の代表、全日本合気道連盟の代表として出場したんですね。で、その演武が世界中にこう YouTube で配信されて、海外でセミナーに呼ばれるようになったんです。で、一つの大きな転機と言っても過言ではないと思います。合気道は受
受け身が最も大事だと私は思っています。受けを取ることでその相手の力の流れや体の使い方っていうのを学べるんです。ですから受け身が、逆に言うと受け身がしっかりできていないと技も学べないですし、まあ、合気道の本質も学べないということで、最も受け身が大事かなと思います。また単純に怪我をしないで安全に稽古していくためでも受け身っていうのがすごく大事だなと思ってます。しっかりと受ける、腰を引かないで腹で受けるっていうことと、あと私は指導者でもあるんですけれども、指導だけじゃなくてしっかり受け身を取って稽古を続けていくっていうことが大事だと思ってます。剣上の稽古もすごい大事だと思っておりまして、なぜなら合気道は剣の居合から生まれてきたというので、もちろん剣上を使わないで稽古することも可能なんですが、より深く合気道をしていくためには剣上の稽古っていうのは不可欠だと個人的には思っています。Hey.
普段、稽古することで全身のトレーニングにはなっているんですが、それ以外でも家でストレッチ、ヨガをしたり、あるいはウォーキング、そして森でトレイルラン、森で走ったり、あといろいろさまざま考えて補助運動として体鍛えています。で、重要なのは別にムキムキになれってことではないんですが、肩関節や、各関節が硬くならないで体が強くなれば、よりそういう動きが合気道に活かせるのではないかなと考えています。
先生はですね、国内外問わず、活躍をしており、その先生に普段から稽古をつけてもらえるということが本当に、素晴らしいことだと思っておりますし、とても教え方が的確で分かりやすいので、とても自分自身の稽古に役立っております。先生はとても稽古量が多いなというふうに感じております。普段毎日稽古なさ、指導の方なさってるんですけど、それとはまた別に自身の稽古も続けていらっしゃるので、本当に稽古量が多いなというふうに感じています。またその稽古の内容というのも必ず自分を追い込むような激しい稽古っていうのをなさっているので、今の基礎体力のようにつながっているのかなというふうに思っております。先生は体の動かし方とか筋肉の使い方がすごく上手で、もう技がすごい正確で綺麗なので、すごいそこを尊敬しています。やはりあの合気道に対しての情熱がすごく感じています。また、さまざまな武道を研究して、それを合気道に取り入れるというその柔らかな発想もまたとても魅力的だと感じています。また先生の合気道の迫力とキレがすごいと感じています。受けもとても綺麗なので、私も先生のようになれるように頑張りたいと思います。いや本当にすごい方で、到達できないようなところにいる方だと思います。先生は、合気道普及のために普段から、心を燃やして活動されていると思います。 YouTube の活動や、出稽古の際に、先生の YouTube を見て、合気道を始めたという声をたくさん聞いております。先生の活動によって、合気道だけでなく他の武道武術が発展していくきっかけになればと思います。子供の部の指導で気をつけているというのは、ただ子供に合気道の技を教えればいいとは思っていなくて、合気道の技はもちろんなんですが、それ以上に礼儀作法だったり、あとは、いろんな運動をさせて体の使い方だったり、運動神経、運動能力を伸ばしていくっていうのが大切だと思っています。厳しさも大事なんですが、楽しく厳しくメリハリを持って指導していかないと、どうしても楽しくないっていう気持ちで稽古していると子どもたちがつまらないと思いますので、なるべく楽しい気持ちで稽古できるように一応工夫して、指導しているようにしています。
こういう YouTube を通して合気道はもちろんのことを武術の魅力について発信できていけたらなと思ってます。合気道は無限の可能性があると思います。無限の可能性っていうのは、護身術だったり、心身体が強くなったり、あるいは単純に強くなったり、あと健康のためといろんな可能性があるんですけども、それぞれの目的に沿って、探求していく、追求していけるっていうのいう面でもう合気道にはすごい無限の可能性があると思ってます。ですので私自身はこれからも合気道に人生をかけてそして探求していきたいなと。初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てが書籍、美しい合気道、角川より発売。